戻したし、よし、準備完了だ。一刻も早く毛利の屋敷を抜け出すぞ。檻から鹿が逃げ出したか。みな、奴を野に放ってはならぬぞ。鹿之助が策を実行に移したようだ。俺も続かねばな。この雨子の逃がすか。今すぐ引っ捕らえろ。みんなも脱出を始めたみたいだ。俺も手助けに行かないと。お手合わせ願おうか。参るか。身のほど知らずね。敵将、私が倒したよ。耐えきれん。引かせてもらう。なんと見事な。かたじけない。これよりは共に参ろうぞ。みんなで生きてここを抜けよう。よし、やるぞ。開門。任せろ。中庭の防備は特に厚い。正面突破は困難だろう。やつを捕らえる。中庭の兵をこちらによこせ。うえ、火星を呼ばれたか。ちょうどいい。この機会に敵の戦力を削っておこう。開門。庭は守りが固そうだ。突っ込むのは得策じゃないな。よし、これで少しは動きやすくなったかな。北方に敵の気配を感じる。倒しとかないと脱出の邪魔になるかもな。鹿の捕獲は未だならずか。突き放題高かも。後の指揮はお主に託そう。わしは一度引く。わかりました、父上。この高影に万事お任せください。観念せよ。おとなしく捕まるのだ。牢には戻りとうない。仲間が連れ戻されそうに。急いで助けよう。我らはこの時を待っていた。共に行こうぞ、鹿之助。
狙い通り中庭の敵数が減ったな。これなら突破もわけないかも。無意味な抵抗はやめなよ。私が檻へと送り返してやる。この武者、わしに付き合い。私がやるんだ。甘く見ないで。耐えきれん。聞かせてもらう。お見事にござった。見せたわ。もうよかろう。やるんだ。意地は見せたわ。もうよかろう。これ式で終わると思うなよ。よし、今のうちに中庭を突破するぞ。開門。弓兵よ、やつを穴ぼこだらけにしちまいな。すごい矢の雨だ。でも俺は諦めない。とにかく敵を倒して回廊を抜ける。さて、次の手はどうするかな。私、天下無双になれたみたい。ああ、大変だ。このままじゃ捕まっちまう。西の方から声が聞こえたような。こうも簡単に引っかかるとはな。山中鹿之助、貴様はここで終わりだ。偽物だと。俺のやつらめ、どこまで卑怯なんだ。勝利のため釣ってください。あなたの気質を熟知したおじい様に打てぬ策などないのです。俺の動きは全部読まれてるってわけか。つくづく油断ならないじいさんだな。やるんだ。おお、助かったぞ。私も共に戦わせてくれ。開門。出口まではきっとあと少しだ。さあ、行くぞ。
かくなる上はお命ちょうだい。ならず申し訳ございませぬ。敵将、私が倒したよ。ここは引こうかあるまい。なんと素晴らしき戦果よ。やすやすと逃がすものか。私たちもオリを甘く見るなよ。私がやるんだ。敵もなりふり構わずやってきたか。みんなここが踏ん張りどころだ。目障りなんだよ。お前もアマゴも毛利の繁栄のため一刻も早く消えてくれ。父上、力及ばず申し訳ありません。開門。抜けて。甘いわ。逃がしはせぬぞ、鹿よ。私がやるんだ。出たな、じいさん。いい機会だ。ここであんたを倒して、アマゴ最高を早めてやるよ。勝利条件変更。物分かりの悪い仕組みが、うちに姫式はわし自ら砕いてくれるわ。旅衆を引き連れ逃げおせる魂胆か。存外抜け目ないよ。お主がどれほど奔走しようと、もはや雨子は起こせまい。黙れ。そんなざれ言を信じるものか。毛利を倒して必ず雨子を再興する。つくづく強情な鹿よの。だがこれで一つ明らかになった。お主の執念は正しく毛利の脅威たりえ。次こそ必ずや勝ってみせよ。くそ、取り逃したか。あ、いい。今はここを抜けるのが先だ。